誰かいる。雨でびしょびしょになってるんですけど、最後ですね。あったかもしんない。あった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 、これだ。今将軍塚から非常勤の広場に戻ってるんですけど、待って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 、うつれ。一人ホラーな。おお、何ヶ月もか前ですかね、僕と大輝が一人で心霊スポットを回るっていう企画を取ったのを覚えてますでしょうか。ということで今回第2弾ですね。それの今回来ているのがですね、東京都の東村山にあります四国山、まあ、その中でも将軍塚になりますね。ここで実際戦いがあったみたいで、その将軍を祀っているって言われています。ただお墓ではないので、実際そこにその将軍の社が埋まっているとかではないです。実際どういう現象が起こっているのかってことなんですけども、落ち武者の霊だったり女性ですねの霊っていうのが、こちらの方では目撃されております。予想霊と S です。では早速八国山将軍塚に参りたいと思います。それでは行ってきます。まずはね、ちょっとどんな道なのかちょっと外カメラにしながらちょっと歩いていきたいと思います。行きます。意外と道はこういう階段になってて、意外と整備されてる。で、意外と場所的には住宅街の本当になんかポツンとあるような。え、待って、誰かいる。え、めっちゃ人の声聞くんだけど。え、今男の声帰れって言ったよ絶対。確かに住宅街なんですけど、もう夜中の今3時近くなんですよ。で、人誰も歩いてるし、電気ついてなかったんですからね。気をつけていきます。本当に油断せずに。マジでちょっと本当に男の人の声の前に女の人の声が聞こえて、その後男の人の声で帰れって言ったんですよ絶対。しかし気をつけていきます。行きます。険しいな道、階段とはいえまあまあ登りますねこれ。よいしょ。いや、落ち武者とかめっちゃ怖い。で、今日雨だしね、湿気が多いから絶対出てきてもおかしくないんだよな。危険立ち入り禁止貼られてるの、頭上注意。分かんないでしょ。ベンチだね。本当に昼間とかはここに座れたりするんだろうね。なるほど。よいしょ。もうやばい。俺ここ怖いかも。普通に。ダメだ。めっちゃ声聞こえる後ろから。ついてきてのカーレベルで聞こえる。あ、ちょっと怖いかもここ。声聞こえすぎ本当に。で、完全に後ろから女性がついてきてるんですよ。まあまあ歩いてきたけど、将軍塚まだ見つかんないな。あ、でもここ道になってるな。あ、なんかあるなんかあるなんかある、なんかあるなんかある。なんだろう、感じすぎて読めないけど、なんかの慰霊碑みたいな感じだ。
情報によるとなんかでっかい石碑みたいなのがどっかにあるはずなんだよな、将軍塚。それ探しましょう。なんかでっかい石碑みたいなのがあるはずなんで。あったかもしんない。あった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 、これだ。ありましたありました、将軍塚。これですね。この後はですね、写真を いろんなところで撮ってみて、その後にスピリットボックスと暗闇タイムやっていきましょう。こちらの将軍塚で、落ち武者の霊が出るということなんですが、本当でしょうか。ここでいくつかの霊現象や、幽霊が目撃されてるんですけど、それはあなたたちですか。あ、ちょっと俺ここダメだ、なんか怖え。ごめんなさい、ちょっと一回退却します。ここなんか、あーやだ、早く帰りたい。どっか、はい、すいません。ちょっと今スピボ将軍塚でやってたんですけど、ちょっと異様な雰囲気感じたんで一回出てきちゃいました。ここら辺が一帯が将軍塚なので、暗闇タイムも一緒にやっていきたいと思います。はい、ということで、すいません、ちょっと雨でびしょびしょになってるんですけど、最後ですね、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 を去る前に、めちゃめちゃ声を聞こえたポイントに再びやってきましたので、こちらの方でスピリットボックス最後やって、八国山での真相巡りは終わりにしたいと思います。ここで僕に聞こえた女の声はあなたですか。今周りに誰がいらっしゃいますか。男性女性の声が聞こえたんですが、誰かいますか。なぜ後をつけてきたんですか。ということで、ちょっと反応はなかったですね。ただ最初の方ですね、絶対声入ってるんで、あれは間違いなく 100% で、僕にはそんぐらいの音量で聞こえてるので、これがカメラに入ってないってなるともう非常に怖いです。逆に絶対声入ってるんで、あれは間違いなく 100% で、ええ、男が帰れって言ってるんですって。今ナイトショット用のカメラに切り替えましたので、これからナイトショットで暗闇タイムをやっていきたいと思います。将軍塚だったり他の石碑だったり、周りをちょっとこの暗闇タイムで探索していきたいと思います。まあ、落ち武者の霊が出るのもそうですし、やっぱりさっき聞こえた女性の声とか男性の声、まあ、ここら辺の正体が本当に気になるんで、まあ、ここら辺の何かが抑えられればいいかなと思います。じゃあ早速暗闇タイムやっていきます。何か様子がおかしいことがあれば、まあちょっと外に向けながらやっていこうと思います。今いるのが最初に見つけた石碑のところですね。こちらですね、最初の石碑のところです。はい。まあここは特になんかあるわけではないって感じなんですけどね。こっちに進むとベンチがあります。はい、これベンチです。めっちゃ怖いな、ここ。なんかここのベンチすげえ怖いんだよな。さっきからずっと怖い、ここのベンチは。足場も悪いんで気をつけながら進んでいきます。怖すぎ。はい、再び参りました、将軍塚です。将軍塚って別になんか将軍が埋められてるとかってわけではないらしいんですよね。なんか
だから実際ここに何かが眠ってるというかお墓とかではないんですけど、まあ、実際これに、ね、戦があったのは間違いないと思うんで、そこら辺のね怨念が、え、待って待って、なんかいた、絶対なんかいた、絶対なんかいたぞこの奥。誰かいますか？絶対なんかいた今。この雨の音に紛れて絶対歩いてたんで今人。はい、今将軍塚から非常ひま広場に戻ってるんですけど。え、待って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 。映れ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 。え、絶対いた今、絶対いた絶対いた絶対いた。え、ちょうどこの辺に、この辺絶対なんか覗き込めたんです今。うわ、え、マジちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、いけてるいけてるいけてる、やばいやばい、マジ怖い、マジ怖い、ちょっと足も怖い、ちょっとやばい、マジマジやばい、マジでやばい、マジでやばい、すいませんでした。なんか怒ってる感じだったんだよ。ちょっと周り写真撮っていいですか一回。なんか俺すげえ囲まれてる感じする今。今帰ってきました。まあそうですね、感想、まあでも本当に将軍塚あたり映してる時に将軍塚の石碑の僕から見て右後ろぐらいでカサカサカサって言い始めて、絶対なんかいるやんと思って、でまあいろいろカメラ映したんですね。でまあ結局映んないやと思って帰ろうと思ってカメラをファッて向けた瞬間にガッツし人の顔がこっちに睨んでるんですよ。でよく考えてみるとこの頭の頭部のセンターですね、ここが全体的に薄いまたはなかったように見えたんですよ僕には。実際に行く前にも話したと思うんですけど、ここって落ち武者の霊が出ると言われているんですよね。なんで出来すぎた話かもしれないんですけど、場所も場所なんで本当に僕が見ちゃったのかなっていうのはあります。え、男の子で帰れって言ったよ絶対。最後ですね、ここを去る前に冷凍の方ですね、最終的な冷凍の方なんですけど S でございます。次回のホラーナイトでお会いしましょう。さよなら、バイバイ。